茨城県道319号玉川村、停車場線全景日立大宮市、東の正面奥は、JR 玉川村駅茨城県道319号、玉川村停車場線は、茨城県日立大宮市東野にある、JR 水郡線玉川村駅と接続する県道である。JR 水郡線玉川村駅から県道長さは、水戸線まで東西に結ぶ。 わずか50メートル足らずの道路幅1.5車線の直線道路である。鉄道の駅への接続道路は基本的に都道府県が担っているため、短距離にもかかわらず、茨城県所管の道路となっている。道路は駅前の周辺住宅地の中にあり、センターラインはないが、道幅は2車線分ほどあり、余裕ある福音が確保されている。1959年10月14日、 新たな県道として、中郡大宮町大技、東野の玉川村停車場を起点とし、県道長沢水戸線交点を終点とする区間を、本路線とする県道玉川村停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号319となり、現在に至る。福音、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、公害10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法、第1 0十七8 7号対象12年4月16日、茨城県国時第194号より、 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より県道の路線名、及び整理番号の変更茨城県法、第637号3月30日より。ありがとうございます。